伊藤雅子さんの食器と食器棚を覗き見しちゃう。食器棚巡り伊藤雅子さんの本の中の巡ったとこじゃなくて伊藤雅子さんのお宅の食器棚についてお話をしたいと思います。3つのポイントで5分でお話をしますので、ぜひ最後までご覧ください。器屋さん店長須藤です。ネットショップの店長歴は15年、この食器を触り出してというか食器を取り扱い出してから35年になります。最後までよろしくお願いします。さあ今日はですね、3つのポイントと言いましたけど、この本の中には3つの要素で書かれております。うちの和食器、2つ目、うちの洋食器、3つ目、その後の食器棚という、この3つに分かれてますので、3つについてそれぞれ1分ちょっとずつで私が内容を説明したいと思います。さあ1つ目いきましょう。うちの和食器、ちなみにですね、伊藤雅子さん家の食器棚はですね、リビングの壁一面収納です。そして真ん中にテレビがあって、その左側に和食器、右側に洋食器やグラス類があります。ということで、リビングにあるんですね。ということなんですが、まず見てわかるのはですね、非常に優しい色が多い。まあ、土っぽい色が多いというのはね。磁器薄いですね。軽い磁器は比較的少なくて陶器が多い。磁器の白いものは、まあ、ちょっとあります。染め付けって言って、こう絵が描いたのもちょっとありますけど、主に、無地の土っぽい色のものが多いですね。はい。そして、それらを上手に組み合わせて使われているのが特徴です。特にちっちゃい鉢類の組み合わせが非常にね、上手なんですよね。はい。まあ結構ね、いっぱい入ってはいるんですけどね。で、和食器を使い方なんですけど、やはりメインになるものは、自然、ナチュラルな色。そして周りに、陶器の周りに磁器を置いたり、ちょっと色がついた小鉢を置いたり、という使い方が多いですね。はい。そして、和食器の傾向としては、どっしり豆皿からちんまり、どっしり石皿からちんまり豆皿までといって、重たい傾向のですね、石皿というかですね、ドドンとした35センチって書いてたんですけど、これはね、結構重いと思いますね。35センチ、1キロは越すかな、ぐらいの重さがあります。それから、あとは結構ね、作家の、ものが多いんですが、作家のものですが、形はシンプルなものを選ばれているというのが特徴なんですよね。はい。これがまず一つ目、和食器。我が家のうちの和食器でした。さあ続いてうちの二つ目、うちの洋食器。洋食器はですね、パッと見、今度は今言ったように、先ほど言ったように、右側3つの扉の中が洋食器になっていますということで、見てみますと、もうイメージはね、真っ白なんですが、こちらもですね、比較的、優しい白が多いです。結構ね、乳白色系のものもあるし、まあ、ちょっとね、デザインがついたものは北欧食器だったりします。はい。使い方もね、北欧食器と乳白色の器の組み合わせ。それから耐熱食器なんですよ。耐熱食器はほとんどマーケットで買われたもの、マーケットっていうか、フル道具ですね、買われてますが、ほとんどこれがね、飴色です。いい飴色なんですよ、ほとんどのものがね。はい。またですね、こういったもの、大抵ね、北欧のものが、で、ここに書いてある、持っているものの中でね、北欧、時々パリ、日本って書いてある。まさにそういう組み合わせで成り立っています。もう使い方がね、やはり非常に上手。当たり前ですけど、非常に上手。色の取り合わせがね、非常にいいですよね。載せてるテーブルもね、かなり色がいいというか、使いやすい色になっているので、そういうこともあってね、またね、よく見えてるのかなっていうふうにも思ったりします。さあ、3点目、最後見ましょう。じゃあ、そういう食器棚なんですがね、コロナを経てどうなったかということで、なぜか最後に、その後の食器棚というタイトルで、伊藤雅子さんの食器棚が載っております。で、実はですね、6つあった扉のうちの1つ分をごっそり人にあげたそうなんですね。
それなりに愛着があった器を手放すのは寂しくなかったですかっていうのは、ね、十分向かい合ったので満足してますとのことです。これなんですよ、十分向かい合った、十分使った、自分で満足してると思ったら手放したって別にいいんですよね。これがね、不十分だとなんかなんとなく残っちゃってる、ずっと手の届かない奥にあったりするんですけど、これがねすごくねいいところだと思います。で、まあ、なぜ変化したか。一つはコロナ禍で家にいることが多くなった。一つは、この食器棚取材ですとか、もう毎度の取材で、まあ、17件ですからね、影響を受けまくりましたと言っても、食器棚の形を変えるのではなくて、その、まあ、なんていうか考え方、フィロソフィーを受け入れる、循環させる、きれいに保つ、自分のアンテナを信じるということで、人の数だけ暮らし方があるように、人の数だけ食器棚がある。これ本当に名言だと思います。すごいなと。でね、とはいえ食器が減ったからといって買い物欲がなくなったわけではありませんって言って、次のページにまた買い物をなさっていると言いながらね、この中でね、私が気に入ったのはこの唐津の陶芸家の花中里花子作のマグカップ。これね、なんかいいっすよね。なんかいいですね。ちょっとハンドルもね、一個一個手でひねってやるので感じも違うんですけど、なかなかいいですね。あとはね、内田浩一さんとか、メジャーなっていうと失礼なんですけど、いいなっていうものが載っております。はい、中にはですね、あの古いもの、瀬戸のね、古いもの、瀬戸の豆皿がね載っておりますが、キゼトですねが載ってるんですけど、これもなかなかいいかなっていうふうに思ったりしたりしました。で、洋食器をね、実はかなり減らしてやって、ほぼ白で統一されてるそうです。まあ、こういったですね、食器棚の変遷っていうのもね、やっぱり人に影響を受けたり、こういう本を読んだりすると、あなたの食器棚もね、ちょっとね、変わるかもしれませんね。はい、今日はですね、あっちこっち食器棚巡り、伊藤雅子さんの本の中の人の食器棚ではなくて伊藤雅子さんの食器棚、和食器、洋食器、そしてこの取材を終わった後に変わった食器棚のお話をしてみました。いかがだったでしょうか。面白かったよとか興味深いよとか、ぜひこの本買ってみようよ、買ってみて読んでみたいと思った方は高評価ボタンでお知らせください。そしてですね、コメント、意見、それから励ましの言葉等々お待ちします。なかなかコメントをいただかないんで、最後になりますが、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、器屋さん店長、須藤慎一郎でした。器屋さんチャンネル、今日はここまでにしたいと思います。じゃあまたね。